はい、こんにちは、MB です。今日は僕のオリジナルアイテム MB アイテムの紹介動画なんですが、今回紹介するのは傘。イギリスの名門フォックスアンブレラと協業させていただきました。はい、というわけで今日は MB ハイエンドアンブレラ3種類のご紹介でございます。100年使える子から孫へと受け継ぐ傘、世界最高のロンドン製フォックスアンブレラと協業でございます。今回、100年使えるって今言ったんですけれども、本当に文字通り100年使える傘です。で、イギリスではこの傘、フォックスアンブレラの傘を子供に受け継がせて、そして子供から孫に受け継がせてっていう代々受け継ぐものとして、傘ですよ、日本と全く逆の文化ですね。まあサスティナブルっていう今風の言葉を使えばそうだと思うんですけれども、物を受け継ぐというイギリスの文化、まあヨーロッパっぽいですね。ヨーロッパ建物も壊さないですしね、ヨーロッパっぽい文化なんですけれども、僕はこの受け継ぐっていう文化が20代の頃からずっとこう機械式時計から僕受け継ぐっていう言葉を聞いて、あ、物を受け継ぐって、まあトレンドがねすごくコロ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 変わるファッション業界だからこそ、常に新しいものを買ったりとか新しいトレンドをインストールしないとなかなかおしゃれができない業界だからこそ、ずっと変わらず受け継ぎでいけるもの、それってすっごく少ないことなんですよ。人間が作り出したもので100年持つものって相当少ないんですね。家も100年ほぼ持たないし、車も100年なんか全然持たない。あの布と糸で作ってる洋服も基本的には持たないです。レザーアイテムもかなり厳しいですね。その中で100年受け継がれる、まあ、傘なんて壊れるじゃないかって思うかもしれないけど、その辺も含めてですね、人間が作っているもので非常に稀な100年以上使い続けることができる、受け継ぐことができる、世代を超えて自分の、例えば自分が死んだ時に形見として受け継ぐことができるレアなアイテムである、レアなアイテムの一つである傘を今回紹介しようと思います。8月28日夜9時から発売でございます。8月28日夜9時から8月29日の、夜11時まで、受注受け付けております。今回かなり高いです、値段としては。フォックスの傘自体がそもそも高いんですけれども、結構買えないっていう方も多いとは思うんですけれども、ちょっと知識としてね、別に買わなくても全く構わないので、もちろん知識としてちょっと受け継ぐっていう文化を今日は皆さんにお伝えしようかなというふうに思っております。まずポイント一つ目、ポイントに分けていきましょう。ビニール傘はもういらない、言葉通りの一生もの、子から孫に受け継ぐ100年傘とさせていただきました。もちろん100年使えるっていうのはすごくこのフォックスが作っている傘、フォックスって歴史何年ぐらいですか、100年超える歴史があると思うんですけど、初めて、世界で初めてこのナイロンとかを使った傘を開発したメーカーで、まあ、もちろんあの王室御用達で、もう本当にこう歴史上に名を残すというか、映画とか歴史のシーンとかでフォックスって出てくるぐらい、傘といえばフォックスなんですよ。まあ、僕もこのフォックスアンブレラずっと何年も自分のコンテンツで紹介し続けてますけど、まあ、どんなアパレルの人でも、どんなその趣味嗜好の人にも、傘の代表的メーカーってどこですかって聞いて、フォックスって言わない人は一人もいないはずです。まあ、知識として持ってないから言えないってのはもちろんあると思うんですけれども、基本的に知ってたら、間違いなくフォックスが一番です。まあ、最近フォックスは、レインシューズだったりとか、傘の素材を使ったレインコートだったりとか、まあそういうアイテムも作ってはいるんですけれども、まあ、傘、この本体である傘がすごく有名なんですけれども、これがまあ100年使えるっていう話なんですが、まあ当然作りが丈夫、堅牢っていうところもあります。張りもあるし、絵もしっかりしている。作りとしてハンドメイドに近いので、まあすごくこう堅牢なものになってるっていうのはもちろんそうなんですけれども、ポイントとしてはですね、まず一つ目が保証書がついてきます。一本につき必ず一つ保証書がついてくるんですけど、その保証書、もしお買い上げいただいたら大事に取っておいてください。なくさないように。で、それがあると、まず1年間は無料で何が壊れても修理できます。で、一応ですね、保証書とお買い上げいただいたうちから出す購入メール保存しておいてください。まあメールがなかったら別にスクショでもいいんですけれども、あ、違う。保証書にも書いてあるかな、問い合わせ先が。そこに連絡いただければ対応可能です。で、1年間は無料保証なんですけど、1年過ぎたら、まあ、一部有償にはなるんですけれども、ぶっちゃけ生涯直して使い続けられます。で、これどういうことかっていうと、どんなパーツでも
職人が作って直しちゃうんですよ。例えばパーツがもうないってなっても作って直したりするんですって。だからもう本当にあのロンドン、イギリスではもう本当にそういう存在なんですけれども、子から孫に受け継ぐ文化として、そういう文化、世代を超えて受け継ぐ文化として傘があるんですね。まあ、あのヨーロッパの世界観だとそういうアイテムっていくつかあります。多くはないけどいくつかあります。まあ、洋服を受け継ぐっていうこともするところももちろんありますけれども、まあ、傘とか時計とか建物とかバッグ、靴、この辺はあのおじいちゃんから受け継いだとか、形見としてのその文化が残ってる、今でも残ってますね。まあ、有名な話だとヨーロッパっていうのは街並みの景観大事にする、まあ観光収入も多いので景観を大事にするので、あの建物ってなかなか壊せない、壊しちゃいけないんですね。日本っていうのは、まあ、そもそもその経済発展するときに大量消費の工業化で成り立った国なので、まあ、新しいものを作って古いものは捨てていくっていうのが基本的な僕らの考え方ではあると思うんですよ。でも洋服って洋の文化なので、ヨーロッパの文化なので、やっぱりこの受け継ぐっていうもの、全てが全て古いものを良くしよう、古いものをずっと使い続けようっていうのが美しいわけではないと僕も思うんですね。何しろあの冒頭言った通りですけど、ファッション業界っていうのは新しいものを出して、そのトレンドっていうものをインストールしていかないと時代遅れになってかっこ悪くなっていくわけじゃないですか。ファッションとかおしゃれっていうのはみんなと何かが違うからかっこいいっていう状態なわけで、ってことはそのみんなと何かが違うっていうのはあのトレンドなわけですよ、移り変わりなわけですよ。だって例えばこの T シャツが一番かっこいいって言ったらみんな真似するじゃないですか。で真似した瞬間に価値って落ちるじゃないですか。みんなと一緒になっちゃうでしょ。でみんなと一緒だったらおしゃれって言われなくなるじゃないですか。おしゃれって何か区別されてるからおしゃれって思うわけでしょ。何かがみんなと違うからおしゃれってなるわけ。だから相対的な価値なんですよ。だから移り変わっていくものなんです。これかっこいいってなったらみんながそれ真似するから、これじゃない違うもので新しいかっこいいものを見つけなければいけないんですね。そういうふうにこう波みたいにトレンドって移り変わっていくものなんです。でそういう宿命があるから、基本的にはファッションって新しいものを取り入れることが大事だと僕は思っている。ただでもいくつかのものに関しては受け継ぐっていうことができるんですね。時計だったりとか傘だったりとか革靴だったりとか、まあ、革靴もねすごくこうオーセンティックなものですよね。トレンドライクなものは受け継ぐことができないかもしれないけど、まあ、そういう本当に自分の核となるような美しいアイテム、自分のもう個性というかもう俗柄に近いかもしれないですね。俗柄を表すような個性を超えたなんか家紋みたいなもんですよね。俗柄を表すような変わらないものもありつつ変わるものもありつつっていうのが一番やっぱりおしゃれだと思うんですね。進化するものと定番のものっていうのを合わせ持つのがやっぱりおしゃれだと思うんですよ。全部が全部新しいでももちろんいいと思うし、全部が全部古いものでももちろんいいとは思うんだけど、本当にやっぱり美しくかっこよく説得力があるものっていうのはオーセンティックなものとトレンドライクなものが混ざり合ってるものこそがやっぱりおしゃれっていう評価を本当の意味で得やすいのかなというふうに思っています。で、その意味で、数少ない一生もの、一生ものどころじゃないですね、世代を超えて形見として受け継げるものがこのフォックスアンブレラです。職人さんが手作業で作っているので生涯直せます。1年間の無料保証を超えても有料になるかもしれないけど、どんなパーツでも基本的には直して使い続けられるので、自分が亡くなった後もこの傘を子供に使ってもらう、その子供が亡くなった後も孫に使ってもらうっていう形はね、その何だろうな、人が亡くなると思いってまあ受け継ぐと思うんですけど、僕も父親が3年前ぐらい亡くなった時、父親の思いって自分の中では引き継いだつもりだけど、それって形がないじゃないですか。形見として形があるものを受け継げるって結構幸せなことだと思います。僕3年前に親父が亡くなった時に、親父がつけてたものとか身につけてたものとか、なんかそういうもの欲しいなと思ったんですよ。やっぱり亡くなる時に、あの火葬場で焼く時とかにね、焼く前にね。でメガネとかあったけど、まあでもこのメガネ使えないよなとか、で時計とかあったけど、まあちょっとこの時計は違うよなとかね、クォーツのすごい安い1000円くらいで買った時計とかしてたから、それはちょっと違うよなと思って、天国から多分なんかお前はファッション屋なんだからそんなのつけんなよって言われそうな気もするし、そういう時にやっぱりこういう形見としてもう100年以上価値が変わってないわけですからね。フォックス100年以上続いていて100年以上愛されてる、これまでの100年愛されてるものだったらこれからの100年も愛されると思いません？普通に。
で、トレンドのアイテムっていうのは3、4年で出てきて6、7年で終わったり、3、4年前ぐらいから出てきてその次の3、4年で終わるから6、7年ぐらいで終わったりするわけですけれども、で100年前からあって100年後も、100年前からあって今でも支持されてるって、じゃあその100年も多分これからの100年も愛されるだろうなって、普通に感覚としてその理屈成り立つと思うんですけれども、こういうアイテムが1個あると形見として子供に受け継いだり孫に受け継いだりっていうことができると思う。そして男性はそういうの好きですよね。自分がやっぱり残した足跡みたいなものをその子供に受け継いでほしいとかさ、そういう思いって多分誰でもあると思うし、特に子供が生まれいる方とか、そのある程度の年になってきた方とかってすごくそれを強く思うと思うんですね。僕はまだ子供がいないけど、もう40なんで、何かこう自分がね、例えばその死んだ時に、まあ、何も残ってないってなるのはちょっと寂しいは寂しいよね。自分がつけてたものとか自分が愛したものっていうのを世代を超えて引き継いでいける、そしてそれがどんな風にかっこいいものなのかっていうことが語れるっていうのが、多分文化としてヨーロッパって長くなってるからみんなおしゃれなんだと思うんですよ。あのぶつ切りじゃないからね。日本ってやっぱりファッションのその価値観がそこまでこう広がってない、まあ、最近はすごく皆さんおしゃれになってるけど、ぶつ切りだからだと思うんですよ。お父さんが子供に洋服の着方とか教えてくれないから文化がぶつ切りなんですよね。でもレディースってすごく日本でも栄えてるし、日本のレディースの市場ってでかいし、すごいおしゃれなものもいっぱいあるし、基本的に女性ってみんなお洋服好きじゃないですか。あれってどうしてなってるかっていうと、お母さんが娘に教えてるからなんですよね。大体皆さんあのお母さんがこういうの着なさいって言ってくれる。でもメンズはないんですよ。お父さんがこれを教えるってないのね。だから文化が世代ごとでぶつ切りになっちゃってる。だいたい20代後半ぐらいになるとみんな興味なくなっちゃって、で洋服を教えるっていうこともなくなる。まあそれは自然で別にいいんだけど、ゼロだとちょっときついなって僕は思うのね。だからこういう一部でもいいから文化を断絶させないために世代を超えて引き継げるもので、そしてそれがなんでおしゃれであるかっていうことをお父さんがちょこっと言うだけでも、それって文化としてのその継承がなされていて、それが日本全体メンズファッションとして一つ価値が醸成するポイントになるんじゃないのかなと僕は思うんですね。だから引き継ぐものっていうのはすごく大事じゃないか。まああんまりもちろんね、何度も言うけど多くはないんです。引き継げるものってすごく少ないんですけれども、こういう修理の体制がしっかり整っていて、そもそも堅牢でっていうのがあるといいかなというふうに思います。で、一応これ言っとくんですけど、フォックスさんとも話して言っとくんですけど、あのアマゾンとかで実は安く売ってるところがあるんですけれども、こういうフォックス純正ですって書いてあるけど安く売ってるところが、半額ぐらいで売ってるところがあります。フォックスの普通の傘、まあ、こういう長傘でもだいたい4万ぐらいは切れないんですね。4万7千ぐらいかな、普通の傘で。でこのアニマルヘッドとかになると、あ違うな、4万ちょいぐらいかな。でアニマルヘッド5万近くになると思う、4万7千とかそのぐらいになると思うんですけれども、アマゾンとかで調べるとですね、半額ぐらいで買えるところがあります。であれ普通にあれってなんかこう買っていいんですかみたいな話をフォックスさんに聞いたんですけど、あれはあの保証の対象外だそうで、直すことができないそうです。一切その、カスタマーのサポートが受けられないそうなので、保証書がまず日本代理店の保証書がついてないんですよ。だから日本代理店の保証書がついてない、並行輸入のものですね、いわゆる、まあ、代理店ビジネスの最たるものだと思うんですけれども、並行輸入でその買ったものって基本的に日本国内の対応ができないんですね。まあ、本国にもしかしたら並行輸入でもあの本国用の保証書がついてて、壊れたらロンドン行って本国出せばもしかしたらできるのかもしれないですけど、ちょっとそこ分かんないですけど、基本的には代理店として受けることができないそうなので、あの並行輸入で安く買っちゃったらこれはもう受け継ぐ文化ではないんですね。これは別にうちの商品買ってくださいってことを言いたいんじゃなくて、フォックスの純正買ってくださいって言いたいんじゃなくて、事実としてそう言ってるだけなんですけど、本当にそうなんですって。なんならフォックスに問い合わせていただいても全然構わないんですけれども、ちょっと残念だと思います、それは。まあもちろんあのフォックスっていうもの自体の美しさもあるから、魅力もあるから、別に世代受け継ぐとかどうでもよくて、これ自体が欲しいっていうんだったら並行輸入で買うのももしかしたらジャッジとしてはありかもしれないけど、まあ、フォックスさん的にはそれは推奨しないと。なぜなら受け継ぐっていうそのフォックスアンブレラの基本概念が崩れているものだから、それはできません、おすすめできませんという話だそうなんで、ちょっとここだけ注意しておいてください。
で2つ目、英国文化のステッキを傘に宿したスタイリングを美しく見せてくれる名アイテムというところでございます。フォックスアンブレラ、そもそも傘として何が魅力かっていうと、もちろん堅牢で高級感のあるデザイン性っていうのは一つ特徴なんですけれども、まず細巻きですね。通常の傘と比べてぐっと細いシルエットになってるんですよ。これが一番のフォックスの特徴です。細巻きって僕ら言うんですけれども、通常の傘ってもっとブワッと膨らんでて太さがあると思うんですね。ビニール傘とかまさにそうなんですけど、どんなに綺麗に巻いたとしても太くなっちゃうんですけど、フォックスアンブレラってすごいスマートな細型になっていてですね、これステッキなんですよ。つまりイギリス人からすると、僕らは傘って刺すものだけど、実はロンドンの人って傘あんま刺さないんですね。まあ海外だと傘刺さないってよく言われると思うんですけど、イギリスだと傘刺さないんですよ。雨あんなに多いのにね。おかしいなと僕も思うんだけど、みんな刺さないんですよ、文化として。じゃあなんでこの傘が受け継がれるほど人気なのかって言われると、これはステッキなのね。イギリス人からするとこうやってこう立ってる時にこう体重乗せとくものだったりとか、あとはフォーマルの場、向こうでいう競馬、こっちと違って向こうだとフォーマルな場なんですけど、清掃していくんですけれども、そういう時の清掃の場にフォックスアンブレラって使われるんですよ。スーツを美しく見せてくれるステッキとしてね。で、もちろん傘としてもパッと使うし、あとはまあタクシーとか止めるときこうやって止めたりするらしいですよ。フォックスアンブレラ使って止めたりするのが粋らしいんですけれども。で、まあもちろんオンスタイルに向いてます。フォーマル用として使われることが多いので、オンスタイルとしてもすごく向いているんですけれども、僕試しにですね、カジュアルなセットアップとかと合わせてみたし、あとモッズコートとかとも合わせてみたんですけど、これがやっぱハマりますね。やっぱり物としてのその細巻きのインパクトがすごく強くて、パーツもですね、非常に美しいパーツ使っています。で、後で説明しますが、今回別注モデルでレザー、ウッドじゃなくてこれレザー貼ってます。通常はフォックスってウッドなんですけど、ウッドの上にですねレザーを貼っていて、美しい風合いがさらに際立つようにしています。で、アニマルヘッドもですね、こちらのアニマルヘッド、ニッケルのデザインですけど、職人さんが手作業で型を起こしていて、作られたものなんですけれども、これもですね、材質もニッケルで、ここの部分も光沢感非常に強いので、単純にこう存在感がものとしてあります。細巻きというだけじゃなくてね。なので、カジュアルのアイテムとしても全然使えますし、フォーマル用としても使えるので、もう本当に幅広く使っていただけるかなというふうに思います。今回、折りたたみの傘も用意させていただいている、3種類用意してるんですけど、折りたたみはちょっと話違うんですけれども、こちらの細巻きの巻き方一応解説しておこうかなと思います。バサッとこう、開くじゃないですか。この開いた時の形も綺麗なんですけど、これ雨降るとフォックスサウンドってよく言われるんですけど、張りが強いから雨が落ちた時にパンッパンって独特の音がするんですよ。普通の傘では絶対体験できないような面白い音が鳴るので、これはフォックスサウンドって小気味いいサウンドなんですけれども、これが楽しめるので、ぜひそれもね、雨降ってる時の楽しみにしてもらいたいんですけど、で、雨降ってました、これ畳みますってなった時に、この金属パーツが、シルバーの金属パーツが上下に動くようになってるんですけど、これをですね、まず傘を畳むときに、やり方いろいろあるそうです。これ別で、フォックスさんのですね、フォックスさんと僕で撮影した動画があるので、今週中に多分公開されると思いますけど、ぜひ見てほしいんですけれども、このシルバーパーツが動くようになるんで、これを一回下げます。そうすると、この傘のチップの部分がですね、ホールドされるんですね。グッて。ホールドされるんです。で、ホールドされた状態で、僕は、こう、くるくる。くるくる、こうやって。巻き込んでいく感じですね。そうすると細巻きが綺麗にできます。で、これ本当は丁寧にやろうと思うとむちゃくちゃ時間かかるので、僕は簡易的にこうグッ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 ってこうやると細巻きに綺麗に完成するっていうのなんですけど、フォックスさん曰くイギリスとかだとこれを巻くだけの職人さんとかがいるそうです。それは靴を磨く職人さんと同じで、傘開いちゃったから巻いてっていう巻くだけの職人さんがいるぐらい、本当はこう一枚一枚畳んでいって綺麗にやるのが粋らしいんですけれども、当然それは実用的じゃないので、今の僕のやり方が一番簡単だと思います。待ってこう締めて、カシャってこうチップを固定させて、グッ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 ってやると、勝手にこう細巻きになるので、これぜひやってみてください。
ちなみに折りたたみの傘も、まあ、一応そういうふうに細巻きにはなります。通常のその傘よりも随分やっぱり細く見えるので、まあ、細巻きっていうステッキっぽいような印象を楽しむんだったらこの2本長傘の方がおすすめではあるんですけれども、まあ、折りたたみの方もきちんとこうグッとやるとですね綺麗に細く仕上がるので、こちらもぜひ楽しんでみてください。で3つ目、 MB 別注で仕上げた最強の3ラインナップというところでございます。今回いろいろ別注品ということでいろいろやらせていただきました。まず1本目なんですけど、レザー貼ってます。レザー貼ってるものはですね非常に分かりやすい。通常ウッドの上にですねレザーを貼ってあって、あとはカラーリングも全部変えてあります。黒を基調にしてこの部分も黒にしていたりとか、柄の部分も黒に、でこのチップの部分も通常は黒になってないんですけど、チップの部分、あの傘を刺した時の先っぽの部分ですね、チップの部分も全て黒にしてあって、まあ、本当にフォーマルの色ですね、フォーマルの色に仕上げてあります。でこのシルバーのパーツには目立たないぐらいなんですけれども、一応 MB としてあのブランドネーム刻印してあるので、まあ、ほとんど目立たないのでそんなにここは気にならないと思います。あとはですねポイントとしてはこれ、レディースのフォックスアンブレラには付いてることがあるんですけれども、このパーツですね、ボンボンみたいなパーツが付いてあって、これが付いてるとちょっとね見え方としてまた美しくなると思うので、一応これ取り外すこともできるので、いらなかったら外してもらえればいいんですけれども、アクセサリーとしてすごくこう優秀だと思います。傘が一気に高級感を持って見えるのでおすすめでございます。でこのレザーのタイプ、レザー張りのタイプと、あとは同じくレザー張りのタイプ、これも同じ仕様になってます。レザー張りで、折りたたみの仕様になってますね。で通常折りたたみはレザーももちろんないし、このシルバーパーツもないんですけれども、特別につけていただきました。こっちにはボンボンがついてないです、折りたたみは。で最後はニッケルのアニマルヘッドですね。アニマルヘッドはですね、僕レインメーカーさんっていう京都のブランドがこのフォックスアンブレラとコラボしてアニマルヘッドを黒に染めたバージョンを出してたんですけど、だいたい5万7000円ぐらいだったんですけれども、それも持ってるんですけど、黒よりも僕はなんかこうシルバーでこう綺麗に見えた方がなんかこういいもん持ってんだぜっていうのが分かるからいいかなと思って、僕もちょっと黒にしようかなって一瞬思ったんですけど、まあレインメーカーさんすでにやってるし僕自身も持ってるし、ここはシルバーにしておこうと思って、ここは純正のシルバーと同じようにしました。まああとはさっきと同じ話ですね、このボンボンのパーツをつけたりだとか、チップの色を変えたりだとか、この柄の先の部分の色を変えたりだとか、黒を基調にしていろいろ変えさせてもらっております。っていうところですね。アニマルヘッドと、レザーのモデルと長傘ね、そしてレザーの折りたたみ傘でございます。かなり値段としては高いです。アニマルヘッドで5万7000円、税込みで5万7000円です。こっちのレザーバージョンの方が税込みで5万4000円、折りたたみで4万2000円なのでかなり高いです。でまあ、もともとフォックスの純正品が相応に高くて、でそこからこういろいろいじっちゃってるので、レザー張りにしたりとかパーツオリジナルで作ってもらったりとか色替えしてもらったりだとか、ちょっと結構いじっちゃったので、なかなかその値段がこれ以上はちょっと厳しいなっていうところではあるんですけれども、まあ冒頭から言ってる通りなんですけれども、引き継ぐっていうところ、一生ものっていうところを考えて、例えばねシルバーじゃ、あの柄の部分をじゃあウッドじゃなくてプラスチックにしましょうとか、じゃあ作り方はもっとチープにしましょうとかってやっても、それってもうフォックスでやる意味ないよなと思って、で僕自身もフォックスの傘が好きで、それをもっとこうなんだろう、艶っぽくしたいなって思って協業させてもらってるんで、買いやすさみたいなものを求めすぎても本質からずれちゃうかなと思ったので、今回多分あんまり売れないと思うんですよ正直やっても。で別に僕らこの売り上げ取るためにやってるわけでもなくて、文化広めるためにやろうというふうに考えて今回の取り組みってやってるんで、だからこの動画見て、まあ、すげえ欲しい買おうって思う人ももしかしたらいるかもしれないけど、そうじゃなくて、まあ、文化としてこういう引き継ぐっていうものがあるっていうのを分かってもらうだけでも価値がある取り組みかなというふうにはちょっと思ってます。もう本当に興味があったらですね、ぜひゲットしてみてください。個人的にはやっぱりこのレザーパーツのものがおすすめかなと思います。アニマルヘッドかなりかっこいいですから、おしゃれな人はね、ファッションにこう本当に心血注いでる人は絶対こっち行った方がいいと思うんですけれども、少しね特殊なデザインではあるので、レザーパーツの方がまあなんかこう、ああすごいいい傘持ってますねっていう、ちょうどいい差別化になってくれるんじゃないかなというふうには思いますね。で折りたたみ傘が多分一番その立ち位置としては機能的だとは思うんですけれども、そうですね、折りたたみ傘だけ買うのもありだと思うんですけど、個人的にはこのステッキっぽい長傘行ってほしいなとはちょっと思ってますね。僕ちなみに折りたたみと、
アニマルヘッドをもともと持ってるんですけれども、今回この自分の別注品3本とももちろん全部自分で買うんですけれども、このレザー張りの長傘が何気に一番気に入ってはいます。まあそれもともと僕はアニマルヘッド持ってるからかもしれないんですけどね。はい、というわけでちょっと長くなってしまいましたけれども、フォックスアンブレラ MB 協業モデル MB ハイエンドアンブレラの紹介でございました。ぜひチェックしてみてください。本当にこういう受け継ぐ文化っていうのがもうちょっとだけ、まあそんなにいっぱいあってもしょうがないんだけどね、なんかこう親の価値観を子供に押し付けるみたいな感じになっちゃうから、あんまりいっぱいあってもちょっと話おかしいなとは僕は思うんだけど、でも多少なりともやっぱり形見ってなんか良くないですか。自分がつけてたもの、親がつけてたものが子供がつけてくれて、それどこのって自分が死んだ後にも、いやこれお父さんがつけてたんだよねっていうのって、なんか自分がまだ生きてるみたいな感じがしていいじゃないですかと思うので、まあ、そういうアイテムとして考えてもらえれば一番いいのかなというふうに思っております。というわけで8月28日夜9時から8月29日夜11時までの発売モデルとして MB ハイエンドアンブレラ3型紹介させていただきました。ぜひチェックしてみてください。概要欄の方に商品ページ貼っときますのでチェックいただけると嬉しいです。最近 MB アイテムこういう協業モデルもすごく多くて、まあ、自分たちで絶対に作れない領域とかを協業することが多いんですけれども、非常にいいブランドとコラボさせていただくことが最近すごく多くてですね、ありがたい限りでございます。まあファブリックのメーカーだけどトーマス・メイソンさんと一緒にやらせてもらったりだとか、まあ、それこそレインメーカーですね、レインメーカーさんとやったりとか、まあなんかね結構いろんなブランドと協業させてもらって、本当になんかいいものをちょっとこう今のトレンドだったりとかに少しだけ寄せて長く使えるんだけど今でもすごくかっこいい、最先端でかっこいいっていうものができてるかなというふうには自負していますので、ぜひよかったら今後も MB アイテムストアチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。